準決勝の第1試合は連覇がかかる荒賀龍太郎と飯村力也の対戦。これまで全日本優勝3回、その相手は飯村力也、熊本県の芦北のスポーツクラブに勤めています。27歳。さあ、ここまでの荒賀龍太郎の戦いぶり、左を中心に組み立ててきました。そして蹴り技です。やや右肩を気にする様子があるんですね。そうですね、ちょっと負傷してるんですかね、はい、使ってませんね。まず前方からの蹴り、中段決まりました。早かったね今のは。まず2ポイント、中段への蹴りは2ポイント、技ありです。赤中段蹴り、技あり。準決勝はまず先手を取っていきました。どうしても大きなタイトルにはまだ恵まれないというところです。そうですね、ちょっと勝ち身が遅いもんですからね。やはり前に入って仕掛けていかないと、はい、荒賀選手のペースになりますね。荒賀の場合は足技、蹴り技がありますので、あまり遠くにいたとしてもポイントを取られてしまう危険がありますね。はい、上段の突きが決まって、これで3対0リード。準決勝の第1試合は残り1分を切りました。荒賀龍太郎、去年のチャンピオンがリード。飯村の攻め、今のも上段の突き、しかし距離は詰めていくことができません。荒賀龍太郎がこう足を脅かせながら、こう蹴り技を出すぞと見せながら自分の間合いを作っています。ただここあまり攻めが出ませんと注意がきます。上段の蹴り、しかししっかりと守りました。残りは30秒、攻めていきたい飯村。3点差あります。一気に追いつくこともできるポイントですが、攻められません。荒賀龍太郎の守りの面というのはどうなんですか。そうです、よく見てますよね。見てますか、うん、で技をかわしてますしね、はいはい、こう攻めの豪快さが目立つ選手ではありますが、守りもしっかりしてるわけですね。今の攻め中断、ああいうふうに逆にカウンターをね、カウンターです、取ってますよね。こう相手が入ってくるところ、逆にポイントを取りました。これで4対0。残り20秒、早く攻めた飯村、攻めきれないんですよね。あそこから距離を詰めていくことができない。残りは10秒、上段の蹴りを狙う、足払いからという流れも作れない。逆にカウンターを狙ってくる荒賀、かなりこの準決勝は余裕のある試合です。そうですね、荒賀選手のもう前に試合終了。荒賀龍太郎決勝進出、去年に続いて、去年の優勝に続いてという決勝進出、これで5年連続の決勝になります。